皆さん、こんにちは。皆さん、漢字の勉強してますか今日の動画は、漢字についてのインタビューの動画です。インタビューの相手は、文けさんです。私が文けさんを知ったのは、YouTube で文けさんの動画、えー、暗記を使わない漢字の覚え方というのを見たからです。これは、日本の子が漢字を覚えるようなやり方。 なんですけどすごく面白いのでリンク貼っておきますねそれ以来文介さんのチャンネルとインスタをチェックしてました今日はそんな漢字好きな文介さんに皆さんの漢字の勉強の助けになるような質問をたくさんします見終わる頃にはやる気が出てると思うのでぜひ最後まで見てくださいじゃあまずは文介さん、えー、自己紹介を軽くしていただけますか、はい 皆さんこんこにちは文介でございます日本語を勉強し始めてもう18年ぐらい経ちました。で、大学でずっと専攻していて、この前、あの博士課程、博論を出して、えー、無事に卒業できたので、えー、今もう、えー、フルタイムでオンライン講師として日本語を教えています。よろしくお願いします。お願いしますあの、はい、早速、1つ目の質問なんですけど。 漢字を勉強する必要はありますかっていうふうに聞かれたら、なんと答えますか。うんうんうん、ありますと答えます。ありますか。はい。<laughs> 会話がメインで勉強したいという人は、そんなに積極的に覚えなくてもいいかもしれないんですけど、高度なあの会話レベルに達したいっていう人は、同音義のあの言葉っていっぱいあると思うので、うん、その区別をつけるためには、はい、漢字を。 やっぱり覚えるる必要はあるかなと思います一応、同、うん、音、異義、語について説明しておくと、例えば、公園って言ったときに、うん、パークだったり、レクチャーだったりとか、いろいろありますもんね。コンテクストで分かることが多いと思うんですけれども、はい、やっぱり家庭とかだと、家庭ってなんかいろんな場面でなんか別の漢字で書くと、別にそれでも通用するっていう。 うんうん、いろんな家庭があるっていういろんな家庭があるって言われたら「<あ>家庭ってどんな <laughs> ファミリーがいっぱい」なのか、うん、プロセスなのか「え家庭ってど,どれ?」みたいな <laughs> って聞いたらやっぱその漢字で説明してくると思うんですけれども、はい、その時に漢字がわからないとやっぱりちょっとこうコミュニケーションが成立しにくい部分もあると思うので。 そういうういいい時は覚えた方がいいかなって思う時ですね、うん、じゃあ漢字を覚える必要があるということなんですけどどういうい覚え方を進めますか、うん、これ大変難しい質問ですけれどもやっぱ個人差があるんで、はい、あ例えばまあ300字まで覚えたいという人であれば、うん、まあ全然いちいちこう覚えていっても多分覚えられる範囲だと思うんですねその300字ぐらいだったら。はいうん ただ2000字3000字ぐらいになってくるとあのいちいち覚えるのがものすごく大変だと思うんですよね。なのでそういう時はちょっとこうその漢字っていうなんかその組織を整えるシステムを裏のシステムをちゃんと勉強しないといけないなと思ってそのシステムどういうものかというと大体ブッシュと音符からなってる。はい ものが多いと思うんですよね。うん、まあいろんな文字の種類があるんですけども、中で多い種類っていうのはあのあって、そ,それがだいたいその部首と音符からなっているので、ちょっとここで解説です。漢字はどう作られたかによって四つに分けられます。一つ目は象形文字、ものの形から作られた漢字です。山とか川とかです。 二つ目は指示文字数や方向など形のないものを漢字にしたものです例えば上とか下とかですね三つ目は二つ以上の漢字を組み合わせたものです例えば林とか森とかです四つ目は形成文字ですこれは意味を表す部分と 音を表す部分を組み合わせたものです漢字の80から90%はこの形成文字ですこれ全部音読みで正と読みますつまり共通するこの部分が音符、音を表していますこのブッシュの方は意味を表していますまあ、いろんな文字の種類があるんですけども中で多い種類というのは あ,のあってそ,それがだいたいその部首と音符からなっているので、はい、の部首と音符をちゃんと覚えれば調べやすくもなるし意味がわからなくてもちょっと当てやすくはなると思います。なので、うん、システムを最初から覚えるのは結構大変だと思うんですけどある程度レベルが上がってきた時にあのそういうシステムもうちょっと あの、やっぱ視野,視野に入れた方がいいかなと思います、うん。例えば、じゃあ同じブッシュごとに覚えていったりしました。そうですね。そのブッでこのブッシュにどういう意味があるのかを覚えとけば、大体、はい。例えばその機変だ,だったりするじゃないですか。はいはい、だ,だいたい。その木とか木材とかにか関連する感じだなっていうのがすぐわかるのでうん,う,んうん。あの。 割と当てやすすくななるかもしれれいですねそれでねそ似たような感じでも区別がつきやすくなると思います。う,すうん、うん、そしたら、あと音符の方は 1>,、うん、1つ漢字を知っていれば同じ音符が扱われていればあ多分、うん、あの漢字でこう読んだからこっちの漢字でもこう読むかなっていう想像がつくっていう感じですねそういうことですね。はいうんで その全く同じ読み方じゃなくてもある程度当てることはできるようになると思いますね。うん、なのでそのシステムさえ把握していればちょっと時間はかかると思うんですけど、はい、できたらだいぶ楽になると思いますね。そのシステム詳しくは文介、うんえー、さんの動画であげてありますね。 確かに。たまたまそういう動画を作ってました。<laughs> じゃあ次の質問なんですけど、うん、漢字って読み方がいくつかあるじゃないですか。大体まあ、音読みと訓読み、最低でも一つずつあるんですけど、うんうん、あの、どうやって覚えたらいいと思いますかうん。難しい質問でいろいろ。 なんか勉強の仕方があると思うんですけど、うん、まあ自分に合った勉強の仕方を言うと、はい、あの本を読むことですね。本を読むこと。で、出たものを調べるっていう、コンテクストで覚えることが一番多分、あのー、ちゃんと覚えるための近道になると思います。なんでかというと、はい、たまになんかその漢字のあのー、 その教科書みたいなのがあると思うんですけれども、はい教科書だけ見て、全部いちいち覚えて、音読み全部を覚えました、訓読み全部を覚えましたという人がたまにいるんですけど、え、すごい全部網羅的に覚えたとしても、はいじゃあこれをどう読むんですかって聞いたら、わからないんですよね。だから、これ音読みになってるのか、訓読みになってるのかわからないんですよね。そそれでもう本当に文章を読みながらその ワードが文章の中でどういうポジションを占めているかによってはあの全然その読み方が違ってくるので、うん、そのコンテクストの中で覚えるのが多分一番いいかなと私は感じていますうん、うん。本を読んでいく中で覚えていく。うん、あのもしその漢字が一語だったらば大体訓読み。うん、それは、はい、大,体大体言えますね。うん 大体言えますあと、まあ、動詞だともちろん訓読み、うん、ただたまに音読みもありますね頑張るってまさにそうですよねがんはもちろん音読みで<ー>春は訓読みなるほど<笑><笑>もともとがんを張るっていう感じだったと思うんですけどねなるほどが <laughs> んをねがんばる漢字の由来とか、うん、そういうのをあの覚えておくと というか勉強するとやっぱりいいでいろんなその辺に関してもいろんな多分覚え方があると思うんですけど勝手になんかその漢字を見てストーリーを作るっていう勉強法もあると思うんですけれども私はそれあんまりおすすめしないですね例えば今パッと思いついたのが「うん、あの親」っていう漢字は立っている木を見る。 って書くじゃないですか例えば私が勝手なストーリーを作るとその立っている木の上からこう見ているそれが親があの子供が怪我してないかなとかってこう見るだからそれが親だって覚えるのはそれならあんまり良くないよっていうことですよね良くなくはないと思うんですけど、はい、あの本当の由来を私は知りたいですなるほど、うん、何かその覚える近道があれば何でも どういう手段,手段でも使ってどうぞって思うんですけれども、うん、私としては、はい、あの実際にあったストーリーを頭に入れた方が多分忘れにくくなると思いますね。ちなみに文介さんが使っている本は何ですかそれを調べるために。漢字字形、はい、漢字ごとにそのいろんな専門家が出している説と、昔の形がどういうふうに変化していったのかっていうのも全部入ってます。はい、なののでちょっとマニアの 辞書になってるんですけども、うん、あの私、愛用してます。まあ、同じ私と同じマニアの人が、もしいらっしゃれば、はいあの、ぜひ買ってみてください。<laughs> あと、日本だと図書館に置いてあるので <laughs> あの、日本にいる人は図書館で借りるっていうこともできます。うん、まだまだありますよ。もっととつきやすいものあ、じゃあ、じゃあ、ぜひ。いっぱい持ってきましたおいいですね。<laughs> 語源図鑑。うん。 めちゃくちゃ面白くて、はい、もうちょっとこう分かりやすくとつきやすい形で書かれた文章になっているので、うん、これは便利ですよね。うん、あとなんかこの漢字が日本語になるまでっていう<ー>私結構これ面白かったです。うん、すごく読みやすくってなんか例えば「元気」っていう教科書があるじゃないですかとかまあみんなの日本語とそういうあの一般の教科書を全部一通りやった人だったら、はいうん ままあまあ読めるんじゃないかなと思いまうんです結構普通の言葉で書いてるので、はい、読みやすいと思います最後にこの漢字の使い分け解き明かし時点、はい、これ,、ね、れはあの、はい、この前私質問をもらってあの悲しいっていう時の漢字の,、はい、あのいわゆる普通の舌に心がついた悲しいっていうのと、はい、あの悲愛の愛 はい、の使い分けを教えてくださいっていう質問が来たんですけど、それを読みました。<laughs> はいはいはい、これすごい便利ですよね。うんなるほど。じゃあ、そういう,うん、うん、ちゃんとした、えー、次元とかを知っておくっていうことがいいってことですね。つまり結局それもストーリーってことですよね。その確かに。ムスさんは本当のストーリーが知りたい。人によっては自分の作ったストーリーでもいいかもしれない。 うん、自分なりのストーリーでも全然いい人はいいと思います、うん、でも本当に最近私思うのはストーリーがないと覚えられないだから逆に言えばストーリーがあれば覚えられる可能性が増えると思いますうん、うん、じゃあ次の質問です教科書を使ってて初めて漢字が出てくるレッスン2とかレッスン3とかで突、うん、然漢字が出てくるじゃないですかその時にわ漢字だと思ってしまったら、うん そういう方に何かアドバイスあります？漢字に対してハードルを感じるっていう人ですか？そうそうですね。やった時のはい。あ分かる人に聞くのが一番多分いいと思います。あのやっぱりこうグループであの勉強するのと、はい。あのチューターをつけるなんかチューターと一緒に勉強する、うん、と一緒に勉強することも、うん、あのすごく大事だなと思うんですけども、まあ。 あの先輩と一緒に勉強したりとか、うんまあ、オンラインコミュニティでも全然いいんだけど一人で勉強しないことが結構大事だと思います。一人でいろいろその勉強学習に対する悩みを抱え込まないでうん、うん、共有することが大事かなと思います。じゃあ文介さんはそういう仲間がいたんですか、うん、日本語を始めた時それが大学生の時ですかそうですそうです。行ったし今今でででももいるんですよ このこの面白い感じあったよっていう、なんかちょっとこう、面白い共有したいじゃないですか、<laughs> はい、一,一人で楽しんで仕方ないんで、はいあの、同じマニアの人たちに、まあ多分周りにたぶ、うん 2>, 2、3人ぐらいいるんですけど、へ<ー>こんなのがあったんで、これ見たことあるみたいな、<laughs> <laughs> <laughs> WhatsApp とか LINE で共有して、それがもういまだに続いているんですよ。<laughs> これはとても貴重な関係ですね。非常に貴重な関係です。<の> <laughs> なかなかいないと思うんですよ、はい、そういう仲間がいる人って。いい大学でそういう日本語を専攻してるとかがなかったら、リアルで出会う場っていうのないと思うんですよね、<う>皆さん。結構難しいと思います。なので、はい、今、そういうちょっと便利な世の中になっているので、コミュニティに入ることがおすすめですけれども。具体的にどんなコミュニティをご存知ですか えと私が知ってる、まあ、大体インスタグラムのコミュニティはみんな建設的ですごい親切で、みんなやっぱりその困ったことに対して協力し合っている、励まし合っている感じはするんですけど、それが例えばツイッターとかディスコードとかになってくると、うんうん、いろんなあピンからキリまでいろんなコミュニティがあるなというふうに感じました。それでもその初心者だと いい情報と良くない情報の見極め方が分かってないので、うん注意は必要ですよね、多分、うん。難しいですね。だって、難しいです注意しようと思っても、どう注意しいいかない何が何だか分かんないもんね。だから、はい、そういうときは、やっぱり、いいチューターを見つけて、あ<ー>うん一緒に勉強する。うん、私もなんか、いまだに自分の中で一番貴重な体験としては、その、早稲田の先生と、はい、 一緒にマンツーマンで例えば漱石の文章を読む。でそれに対して自分の,その疑問に思っているところとかあのここの単語わからないんですけどどういう意味ですかってもう本当に全部何でも聞いて大丈夫っていう雰囲気があったので、あのー、すごい勉強になったんですよ。でその貴重な体験を再現すべく、うん 自分のレッスンも進めてるんですよ。はい、それ <laughs> そこが原点ですか。原点です。はい、なるほど。それは素晴らしい。へえなので、うん、その生徒さんが自分で悩んできたものを、うん、私にちょっとこう。こういうところ悩んでますって言って、はい、私が相談に乗るっていう形で。 はい、だから一方的にこう,こうやりなさいとかじゃなくて、うん、私もある意味でこう学生の立場から、はい、ちょっとこう先輩先輩の立場という体、えー、でやってるんですよ。いいですね、うん、なんかすごい勉強になりそう。うん Bunsuke san also teaches individual and group lessons focused on reading Japanese literature in the original. These classes make Japanese literature accessible and help you transition from learning from textbooks to consuming real native Japanese media. Bunskesan's san's new semester is about to start.